さあ皆さん、ところでですね、好きな色を2つあげるとしたら、うん、何色がポンポンと思いつきますか。好きな色、青と黄色、はいはい、ピンクと赤、ええ、赤とオレンジ、なんかこう的いてそうでいてなさそうでって感じですね。やっぱり2色といえばね、紅白だと思うんですよ。聞かないでだったら最初から言って恥ずかしい。そうですね、恥ずかしいね。でもギリギリ赤とか出てくださったのでよかったかなと思いまして、ね、ということで今日のテーマこちらでいきましょう、はい、両方食べればおめでたい静岡にある紅白グルメプレゼンしていきます。ほいほいほい。ということで今日は2店舗です。こちらまず富士市にあります庄屋、そしてこちら藤井らしですね。これ読み方が難しいので読みますと、トラットリアピッツァリアラパピージェです。ラパピージェです。そんなに難しくない。そんな難しくないよ。トラットリアだよ。そうですか、まあいいですけど、すいません。富士、富士です。これです。ロロロロロ。なのでそのね、ちょっと気になっているまず富士市の方からいきましょうか、ね、編集長お願いします。はい、こちらのお店なんですが、富士を食べるをコンセプトとして、ええ、富士山周辺の食材を使った定食屋なんですが、その定食屋のイメージを覆すスタイリッシュさも話題になってるんですね、うん、というのも外観が南イタリアをイメージした真っ白な外観で、うん、私が伺った際も、もう最初このお店が定食屋だと思わず素通りしてしまうぐらいスタイリッシュな建物なんですね。こちらのお店の人気メニューがこちら3つあるんですが、まず肉かすうどん、いい、ね、もう肉かすのうまみが汁いっぱいに広がったうどんなんです。そして炙り親子丼定食、こちら炭の香りがついた鶏肉にもう卵のふわとろ感がたまらない絶品料理なんですね。そして最後そばプリン、こちらそばの香りと食感を楽しめる新食感のスイーツなんです。和風のプリンといったような感じなんですね。もうこれだけでも美味しそうだなっていうのが分かるんですけども、はい、こちらの紅白メニュー、さっき言ってた、どこが紅白なの。こちらがおすすめの紅白メニューです。ご覧ください。こちらです、これ白いカレーうどん、はい、こちらお店の建物も真っ白なのでインパクトのある白いメニューを作りたかったということなんですが、スパイシーなカレーの中に炙り鶏も入っていてですね、それがまたアクセントになって香ばしくて美味しいんです。はい、でこの白いふわふわがこれ実はムースになっているんですけども、これジャガイモをエスプーマ状にしてムースを作っているということなんですよ。でしかもこの白いカレーうどん、甘口と辛口が選べまして、嬉しい。でまた男性かな嬉しいのは追い飯が無料でついてくる。追い飯、ね、追ってきてほしいよね。ずっと追ってきてほしい。白飯には追いかけてくるんですよ。また上にかけたいですよね。もういろんな追い方してください皆さん。ご飯を上にかけたい。ご飯の上にこのカレーを、ね、ご飯の上にね、追っかけられたいね。逆にカレーの方から、そして追いかけたいと。追いかけて追いかけられる関係がね、ここでずっと続くんでしょ。編集長言っていいでしょ、感想聞こうよ。なんかみんな追い飯すごい。マジで審査そこ踏み込めと。でも本当にもうね、スパイシーなカレーがこのエスプーンまで、あのジャガイモのエスプーンまですごいまろやかになるので、ほら編集長コメント用意してた。さあでは続いてのお店に参りましょう。編集長お願いします。はい、こちらの次のお店なんですが、はい、薪窯で焼く本格ナポリピッツァを楽しめるお店なんですね。はい、ちなみにこうピザとピッツァの違い皆さんご存知ですか。いや一緒でしょ。ジローラモみたいなことないですよね。何ジローラモさん。イタリア人が言ったらピッツァって感じ。いやそれは言い方の問題でしょ。物自体は近いかもしれないですね。近い、あのですね、アメリカナイズされた我々がいわゆる宅配して食べているのがピザ、でピッツァは一人で1枚を注文してナイフとフォークで食べるようなピザ。イタリアのナイフとフォークで食べるんですよね。だから食べるのはピッツァですね。でこちらのお店もピッツァなんですね。はい、そしてこちらのあんまりなくていいから本当にだからさ、もっと生地の厚さとか薄さとかそういう定
定義が欲しかった、ねね、あのチャンピオン取った、ね、中目黒の大イーサっていうところのねオーナーが言ったけどね、基本的に手で食いゃいいんだよって言ったよ。いや本当にあの巻いて巻いて手で食いゃいいんだよ、めんどくせえんだよって言ったよ。まあいろいろ諸説はあるかもしれない、諸説はありますね。はい、でちなみにこちらのお店、あの、はい、藤枝のレンゲージ公園の、はい、目の前にあるんですね。行ったことあります、こちら。はい、美味しかった。あ、あるの？ありましたね。これ早めに言って。今思い出しました。どうでもいい情報言ってたからこっちは。今思い出した。はい、美味しかったです。で公園の前にあるので、あのファミリー向けにですね、あのキッズスペースとかお子様のプレートご用意してありますので、ぜひファミリー連れでも行っていただければと思います。さあ、そのお店がこだわった窯ですね、ご覧いただきたいと思います。こちら見てください。これがね、イタリアから導入した新釜、焼き上がりに薪ならではの風味と香ばしさが出るんですよ。ただね、ご覧のようにかなりお金かかってます。あら、そうなの。釜だけで300万。でそれを導入する際に入り口をいろいろ壊して取り付けたということで、まあ、数千万円かかって、でもこれがないとね、ピッツァができない、そういうことなんですよね。大事なんだろうね。じゃあどんな紅白メニューがあるのか、そこそこですよ、見ていきましょう。こちらです、はい、続いては赤ですね、はい、あら、真っ赤なパスタ、エルサイユのパスタというメニューなんですね、一見体に悪そうかなって思うかもしれないんですがあんま言わない方がいいんじゃないですか。いや、全くそんなことないんです。全くそんなことないから言えないです。否定はいいけど、そのワードあんま良くないじゃないですか。なんとなく見た目がね、ここから挽回します。直接足を運んで召し上がってますから、はい、あのこちら色なんですが、合成着色料は一切使っていないんですね。じゃあ何なのかというと、この色ビーツなんです、なるほど、はい、ボルシチとかに使う野菜ですよね、はい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 、あちらを使っていて、まあ、あれもうスーパーフードとも呼ばれてますからので、いろんな健康効果もあるとも言われているんですね、はいはい、もうそんなこんな真っ赤のパスタですので、インスタ映え間違いないんですが、辛くないんですか。辛くないんです。味も実はこれクリームチーズ系のパスタ、とても美味しいです。想像つかないですね、はい、なるほど。ということで、このオーナーの方をご紹介しましょう。こちらです。あれ、コルニチョ、コルニチョーネに命をかけてくださってます、はいはい、オーナーの村松さんですね、はい、コルニチーニョってあのピザの、まあ、いわゆる耳の部分です、ね、あそこにこうパンツを込めてくださっているということなんで す、ね、んです。おめでたいニュース、3ヶ月の記念成功しました。あら、素晴らしい、まだこれからですよ。ここからですよね。その先長いですから。さあ、ではこの真っ赤な、ね、ベルサイユのパスタ、誰に食べてほしいのか聞いてみました。この方です、林家パー子さん。なんでなんで。実はね、こうそのベルサイユのパスタっていう名前の元が最初林家パスコっていうメニュー名だったんです。名前が、はい、でちょっとね、店員さんにこう注文するとき林家パスコ1個っていうのはお客さんとして言いづらいんじゃないかということで、こうベルサイユのパスタということにしたらしいんですよ。あ、ベルサイユのパスタも言いづらいじゃないですか。でもまあ大きな意味で林家一門ってことね。そうなのかもしれませんね。了解です。でそれぞれあのパーコさんがいらっしゃって写真を撮るのをずっと待ってるんだという話をされています。そっか、写真ね、はい、ということで両方食べたら嬉しくなるかも、紅白メニューご紹介しました。さあ、今日の様子もアクセスで検索して、ぜひ一度二度三度四度楽しんでみてください、はい、以上アクセススーパープレゼンテーションでした。続いては週末のお天気です。最後ふわふわしてる、しっかりふわふわしたね、すごいふわふわしてるよ。